えー、ウェブシステム開発と HP 制作を行っている会社を経営している35歳の男性です。従業員は15人で年収は2億、個人の年収は3000万です。やりたいことを仕事にしてるので仕事も短縮、国家の不自由もなく子供3人いて家庭も充実します。ただいくら考えても人生の目的がわかりません。なぜやるのか、なぜ生きるのか、なぜ存在するのかわかりません。医療さんの人生や目的は何ですかえっと、人生に目的があると考えている時点で間違ってますい。その目的があると思って探すから見つからないんですけど、最初から目的などありません。